1980年代前半に一世風靡したユニット、イモキントリオ。少し年配の方はもちろんですが、今の若い世代の方でもイモキントリオの名前を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。そんなイモキントリオのプロフィールとその後を紹介させていただきます。イモキントリオは1981年4月バラエティ番組キンドン良い子悪い子普通の子にレギュラー出演していた山口良一さん吉尾役、西山浩二さん悪尾役、長江健二さん普通役の3名で結成されました。当初は番組オーディションにより普通役に山口良一さん、吉尾役に西山浩二さんが決定していましたが、悪尾役のオーディションを受けた長江健二さんのオーディション後のあまりにも普通すぎる風貌が萩本欽一さんの目に留まり、インスピレーションを感じた萩本欽一さんが長江健二さんに普通役を演じさせてみたところ、見事にハマったため普通役を与えたそうです。それにより山口良一さんが吉尾役、西山浩二さんが悪尾役に配役が変更となりました。ユニット名の由来は当時人気だったタノキントリオと YMO にあやかって YMO をイモと読んでユニット名に採用し、番組の顔である金ちゃんから取って付けたそうです。番組開始当初から彼らの人気はうなぎ登りで、アイドル的な要素を踏まえた異色ユニットとしてメディアに取り上げられました。中でも普通役の長江健二さんがコーナーで萩本欽一さんとのやり取りの後、今から出る時の決め台詞だった長流行し可愛いとアイドル並みの人気を得ます。それにより長江健二一人で歌を出しませんかとオファーがあったそうですが、萩本欽一さんが一人はまずい、やるなら3人だねと断ったことでトリオでのレコードデビューが決まったといいます。こうして1981年8月デビュー曲ハイスクールララバイをリリースします。同曲は作詞は松本隆さん、作曲は YMO の細野晴臣さんが担当し、当時のテクノポップブームに見事に便乗し150万枚のミリオンセラーを記録する大ヒット曲となりました。歌番組ザ・ベスト10でも8週連続第1位を達成し、その際に番組の歴代最高視聴率 41.9% も記録します。また長江健二さんがセンターで歌い、サイドで山口良一さんと西山浩二さんがコーラスを入れつつコミカルな振り付けで踊る姿も話題となりました。1981年12月にアルバムポテトボーイズナンバーワンをリリースしました。1982年3月に2作目のシングルティアドロップ探偵団をリリースしますが、前作とは売上枚数が大きく異なり、ミリオンセラーやオリコンチャート1位などとは程遠い結果に終わりました。1982年9月長江健二さんが大学受験専念を理由にキンドンを降板し、同時にユニットを脱退します。キンドンではコーナー存続のため2代目の普通に後藤忠さんを抜擢しました。1983年1月3作目のシングルティーンエイジイーグルスをリリースしますが、長江健二さんの時ほど人気は得られず、これを最後にイモキントリオとしての音楽活動は凍結となります。後藤忠さんは同年5月2日放送を最後に番組を降板、番組内で普通から普通を普通の男の子に戻りますと宣言し、同時に芸能界を引退しました。そのため急遽3代目普通を一般から募集し、オーディションが行われましたが、普通にふさわしい人材を絞りきれなかったため、最終選考に残った3名を暫定仮採用として番組コーナーに出演させ、演技やアドリブなどを競わせた後に決定することになりました。3名はそれぞれふっくん、つっくん、おっくんと呼ばれ、数週間コーナーに出演し、最終的におっくん役だった坂井田光一さんが3代目普通に決定し、1983年9月にリニューアルした金どん良い子悪い子普通の子おまけの子に起用されましたが、番組以外でイモキントリオの活動をすることはなくなりました。その後は金どんの番組終了後もオリジナルメンバーで幾度か再結成しています。2014年7月、長江健二さんの50歳を記念したライブに山口良一さんと西山浩二さんがゲスト出演しました。また
2015年1月に和同所でイモキントリオ名義でライブを行いました。2015年8月に開催された松本隆さんの作詞活動45周年を記念したコンサートにオリジナルメンバー3名が揃いイモキントリオ名義で出演し、ハイスクールララバイを披露しています。さらに2021年8月にデビュー40周年を記念して YouTube 上でハイスクールララバイを披露しました。2022年にはオリジナルメンバーによる全国10都市を巡るライブツアーを同年7月17日から8月11日にかけて開催しました。こうしてイモキントリオはバラエティ番組から誕生する企画ユニットの元祖と言われており、日本のバラエティ番組に大きな影響を与えた存在となっています。それではイモキントリオの現在がこちら。まずは仏を焼く長江健二さんの現在の姿がこちらです。若々しいですね。イモキントリオで活動していましたが、大学受験等を理由に東京での仕事を減らし、1982年9月に番組を降板し、同時にイモキントリオを脱退しました。その後大学進学を機に大阪をメインに芸能活動を再開し、1983年から1985年までバラエティ番組突然ガバチョで笑福亭鶴瓶さんと共に司会を務めるなど、関西でのメディア出演を行っていました。この芸能活動再開は萩本欽一さんをはじめ東京での芸能活動時の関係者に対して一切の相談も断りもない形での再開だったため、事実上萩本欽一さんからは波紋の烙印を押されてしまいます。これにより東京の民放局からは干された状態となりました。金ドンの同窓会番組などでも主要レギュラーメンバーで長江健二さんだけが呼ばれないことが続き、金ドンの最終回には呼ばれたものの、その後再び萩本欽一さんとは疎遠になっていたそうです。長江健二さん自身もイモキントリオ時代のことを仕事にするのは嫌だったので、ハイスクールララバイとかフツオの決め台詞なおやってくれという依頼は全部断っていたといいます。しかし2000年に入ってからテレビ番組で20年ぶりぐらいに3人でやったのがきっかけとなり、いろんなところが呼んでくれるようになってイモキントリオで集まるようになりました。現在はイモキントリオの活動と並行してドラマ、舞台、そしてバラエティ番組などをメインに活動しています。音楽ではこれまでも毎年ライブ活動を行い、2013年1月から神戸淡路大震災復興の時期に毎年神戸チキンジョージにて定期的なライブを開催しています。プライベートでは1995年7月に元客室乗務員の女性と入籍しましたが、その方との間には子供を授かっておらず1999年に離婚しました。離婚してから4年後の2003年頃に一般女性と再婚をしたものの、馴れ初めや再婚の理由などについて特にニュースになっていなかったので詳細は不明です。再婚相手との間に双子の男の子を授かりました。芸能活動以外にもスノーボードを趣味としており、長江健二スノーボードスクールを運営するほか、白馬五竜スキー場において自身の名前を冠した4時間耐久レースなどを開催しています。2006年のトリノオリンピックにスノーボードナショナルチームのコーチとして参加しました。長江健二さんの今後も注目したいですね。続いては吉尾役山口良一さんの現在の姿がこちらです。よい子のトレードマークだったメガネは金ドンの終了後もかけ続けていましたが、現在は外しています。金ドン、よい子悪い子普通の子の番組開始当時、高校生役の山口良一さんはすでに26歳だったため、吉尾は年齢不詳の高校生というキャラクター設定でした。また番組が開始した時にはすでに結婚していました。お相手は同じ劇団に所属する先輩の女優さんだそうです。ただすでに女優業は引退しているため名前は明かされていません。1983年に娘が誕生しています。娘のさくらさんは現在は着物コーディネーターとして活躍しながらも、落語や弾き語りライブなどマルチに活躍をされています。その多彩な才能は山口良一さんの娘として受け継がれているようです。1982年からラジオ番組オールナイトニッポンのパーソナリティを担当します。
1987年7月から2000年12月まで長きにわたりテレビ番組クイズ所変わればの司会を務めました。現在も噂の東京マガジン、TBS 系や旅番組のリポーター、落語の講座なども務めています。花王の入浴剤、バブの CM では、様々な現場で働く人物をリポートするシリーズにもレギュラー出演していました。また俳優としても1979年に劇団東京ボードビルショーに入団し、団員として数々の舞台に出演しています。1989年に劇団で同期の高橋仁さんらと花組エキスプレスを立ち上げ、コント中心のオムニバスショーの舞台アホンダラスケの公演を毎年初夏に下北沢ザ鈴なりにて行い、2018年まで続けました。舞台以外にも数多くのドラマに出演し、味のある演技を見せてくれています。山口良一さんはバイクが趣味ということで、2024年現在も複数のバイクを所有し、競技用バイクも所有しています。過去にはオートバイジムカーナというバイクレースに出場したこともありました。またバイクに関するテレビやイベントにも多数出演しています。そんなバイク好きの山口良一さんに目をつけたのが埼玉県小鹿の町。道庁がオートバイによる町おこしを行っていたことから、山口良一さんは小鹿の町観光バイク大使に任命されました。マルチタレントとして多岐にわたる活躍を見せている山口良一さん、これからもいろいろな活動で見るものを楽しませてほしいですね。続いてはワルお役、西山浩司さんの現在の姿がこちらです。優しそうな笑顔は当時のままですね。イモキントリオの活動と並行して俳優活動をしており、番組終了後は俳優業に専念していました。1985年にアルバムラッシュをリリースし、ソロシンガーとしてのキャリアをスタートします。数々のドラマに出演し、1986年からはテレビドラマ太陽に吠えろに太宰純愛称は DJ 役として出演しました。番組終了のためわずか3ヶ月の出演で、療養中だった石原裕次郎さんとの共演も最終回のみでしたが、あと番組の太陽に吠えろパート2ジャングルにも引き続き出演しています。またデビュー当時より優れた運動神経を生かして芸能人運動会などで活躍を見せていました。特に TBS スポーツマンナンバーワン決定戦では初出場で総合2位の活躍を見せ、出場7回の常連となります。2012年に西山浩司ワルオバンドを結成し、音楽と笑いの融合をテーマに各地でライブを行いました。その後メンバーチェンジを経て、現在は西山浩司ワルオバンドのボーカルとして音楽活動を展開しています。プライベートでは女優の吉内さとみ旧名西宮香織さんと1997年から交際を始めて、さとみさんからの逆プロポーズによって結婚しました。この結婚は西山浩司さんにとっては再婚で、過去には同い年の一般女性と結婚&離婚をしたという経歴があります。西山浩司さんと吉内さとみさんは仲睦まじく、芸能活動の傍ら夫婦で飲食店小料理バー水月を営んでいました。ちなみにお店で一番人気メニューはワルオカレーで、かつてはテレビで取り上げられたこともありました。14年間経営していましたが、2022年に残念ながら閉店しています。夫婦の間には長女が誕生しており、4歳の頃から器械体操を始めた経験を生かして、2004年8月の全日本ジュニア体操競技選手権大会で優勝しています。2007年にはテレビ番組音楽の一最強女王は誰だにも出演し、それがきっかけで市川千尋名義でマッスルミュージカルにも出演しました。父親の西山浩司さんも同局のスポーツマンナンバーワン決定戦に出演した経歴があるので、親子でスポーツ番組に参加したという芸能界屈指のスポーツ親子と言えますね。2021年には初の海外映画ケイトにも出演しました。同映画はネットフリックスで2021年9月に配信がスタートし、現在も配信中です。2024年は出演した舞台オバドルユミコが話題となっています。これからも西山浩司さんを応援したいですね。
2024年に永江健二さんの還暦記念と銘打った大森カンパニープロデュースさらちに芋金スペシャルを開催しました。この節目の舞台は東京ボードビルショーの大森ひろしさん演出による大人のコントで、十数本のオムニバスコントの中では芋金トリオとして共に活動した山口良一さん、西山浩二さんも共演しており、ハイスクールララバイも歌唱し、見に来たファンを喜ばせました。ちなみに私は芋金トリオの中で吉尾役、山口良一さんが一番好きでした。最初は真面目キャラだったのに、どんどんおじさんキャラになっていって、本当におじさんだと思っていたら実年齢は20代と知って驚いた記憶があります。皆様は誰が一番好きでしたか？コメントしていただけると嬉しいです。以上、1980年代前半に一世風靡したユニット芋金トリオのその後を紹介させていただきました。これからも懐かしのスターの素晴らしさを伝えるべく動画を配信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。